今から中山市場にネギを買いに行きます。ネギは中国語でチンツォン、チンツォンって言います。青ネギのことですね。チンは青で、ツォンはネギ、青ネギ。完全になくなってしまって、今から買いに行きます。いやー、台湾で運転するの怖えな。めっちゃ怖いっすね。バイクの免許を取ってバイク運転しようと思ってるんですけど、いやー怖いな。絶対これ事故るな。車はね、ちょっと台北だといらないっていう生活なんですけど、バイクはね、やっぱあればすごい便利だなってのは思って、今僕自転車に乗ってるんですよ。チャリ、自転車だとね、やっぱ行けるところが狭まるので、もう会社と家の往復だけに使ってて、まあ、だったらバイクがあればこういろいろなとこ行けるなってので、この U バイクもあるんでね、黄色、今白か、白と黄色のやつ、これでね行ければいいんだけどね。まあでもやっぱ自分のバイクがあるといいなってので、レンタルねバイクもね台湾結構あるのでね、 WeGo だっけ、なんかシェアバイクが、今ね、時間は1時45分。中山市場、まだやってますね。よいしょ。失礼、失礼。中山市場、奥がおすすめ。市場です。で、あと統一番号っていう、その、レシートの、会社の番号をもらわないといけないです。いや、新装一把。新装。新装、新装。一把。对，一把，可以吗？あそこの冷蔵庫からいつも新鮮なのを取ってきてくれる。拿给我拿九十块钱。啊，谢谢谢谢。要袋子吗？哎，要。然后需要那个通便号码的那个。好。谢谢。谢谢。こんな感じで書いて終わりです。それでは。